投資事業有限責任組合とは、投資事業を行うための組合契約。日本においては、投資事業有限責任組合契約に関する、法律に基づいて蘇生される。LP 図法について、以下では、常数のみ記載する。投資事業を行う際、従来は、民法上の任意組合が主として利用されてきたほか、せいぜい商法上の特名組合の利用を、 検討するしか方法がなかった。ところが、任意組合では業務を執行しない組合員までも、無限責任を負うため結果として、投資行動に制限が生じ、投資ファンドの蘇生が活発に行われてこなかった。そこで業務を執行する無限責任組合員と、出資のみを行う有限責任組合員に区別する、ことで投資ファンドの蘇生を、 活発化させようと1998年11月に中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律が施行され民法の特則が設けられたその後投資対象が拡大され2002年には有限会社及び特命組合が2003年には産業活力再生特別措置法の認定企業など 一定要件を満たす事業再生企業が追加された。2004年には上場会社への出資のほか、金銭債権の取得、融資等も行えるようにするとともに、法律の名称も投資事業有限責任組合契約に関する法律へと変更した。この際、投資者保護の観点から証券取引法による規制を受けることとなっている。 投資事業有限責任組合は、業務を執行する無限責任組合員及び、出資のみを行う有限責任組合員が結ぶ、投資事業有限責任組合契約により、成立する。総組合員の共有となる。各、組合員は、やむを得ない場合を除いて脱退できない旨、法定されている。判例により、組合員の地位は、 他の組合委員の同意なく譲渡できないとされている。無限責任組合委員は、組合の債務に対し無限責任を負い、複数名いる場合には連帯して、これを負う。有限責任組合委員は出資の額を限度として、組合の債務の弁債の責任を負うが、業務を執行すると誤認させる行為があった場合には、誤認させた債務者に対して、無限責任を負うものとされている。 ありがとうございます。